おはようございます。おはようございます。懐かしい懐かしのスタイル。なんか最近ショートでもやってたよな、それ。あ、やってた。懐かしい。意外と突っ込んでくれる人がいて嬉しいです。懐かしいよな、はい、本当懐かしい。ミッドナイト TV ということで、はい、すごい高い建物にやってきてまして、ざっくりしてんなエクスペンシブでもありハイでもある高い、あ、どっちもね、確かにどっちもあるの建物にやってきてまして、はい、本日がジャパンラーメンアワーズとお取り寄せラーメンオブザイヤー、うん、受賞式だね。受賞式年末だね、はい、年末感めちゃくちゃあるな。すごいね、これが来たということはもういよいよ年末なのよ。いや、そうね、本当にこの1年で卓明さんですごかったラーメンに贈られるすごいラインナップが揃ってますね、今年も。すごいよね、うん、よく呼べるよなっていうラインナップですよ、ね、本当に。本当にそんな回に今年も呼んでいただきましたということで、ありがとうございます。ラーメン屋の裏側をね皆さん今気になってるでしょうからね、いろんな裏側をね、いろいろね、うん、裏側がみんな気になるのかな。そう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 、みんなやっぱブブカを読んで育ってますから潜入して、そうです、裏側をちょっと紐解いていこうという回になっております。はい、よろしくお願いします、はい。まあ、家系部門はないんですけどねほのめかすなよということで、朝一から麺屋ヒーローさんいただいておりますが、結構量多くね。麺量350だって宅麺で、宅麺でやばいね。別になんか今回のため特別にとかじゃなくて、うん、普段からそんぐらいで出してる。なるほどね、はい、本当にお店の味。いや、すごいよこのボリューム。お店のボリュームを味わえるのがやっぱ宅麺さんですね、うん、あ、そうですね、すごいね。それでは第5位の店舗から発表させていただきます。ジャパンベストラーメンアワーズ、アワーの通じ、アワーどこ、アワーズですか、どこ、というわけでリハーサルも終えまして今でございます。今ですね独特な緊張感があるんだよな、こういう式ってさ。まあそうだね、なんというか、あの、みんなのものじゃないですか、やっぱ、はいはいはい、自分一人でこうやるもんじゃない。ああ、なるほどな。なんかそれをこう乱せないなみたいな。あ、乱したい側だからねYouTuber のはみ出し者としてやってるからなスル TV は。そうですね、次1のはみ出し者ですね僕らは秒単位で一応ありますからね。え、そんな広瀬すずのスケジュールみたいだと思う。ああ、いや、それは言い過ぎたか分単位か、さすがに。あ、分単位だよ、ね、でもね。あ、でもありますから、細かいですね。あ、スケジュールがありますから。すごい細かいな。いい泡か、おいいい泡みたいに細かいな、本当赤木確かに赤木はね、いい泡でしたね、うん、泡取りパイタンね。泡系のパイタンもやっぱ宅麺とかだと難しいのかね。確かにね、自分でだって立てないとね。そうだね、うん、泡系もいいな。うん、ということで、まあもうすぐ本番なので、はい、本番まで緊張して待っててくださいあんま言わないでよズリーズリーどうも、すすむです。はい、先端を見ていただいてます。最高だ、本当にファンだ。めちゃくちゃ食べたくなるな、これまためちゃくちゃうまいよ。カモンピザやったこれ、ピザ窯やったこれがよく分かったないやー、お疲れ様です。お疲れ様。いやー、今年も素敵な式でございましたね。いやね、なんか年々ゴージャスになってる感がありますね。そうですね、すごい。ちょっと緊張しちゃってもん。あ、店員さんもみんな緊張してるからねそうね、鈴木さん毎年緊張してるから意外と緊張してるからそうねいい式でございました。いやー、ほんとね、うん、こんだけの店員さんがやっぱ一度にね返せることなかなかないですから、うん、すごいよね、ほんと貴重なお話もいろいろ聞けつつ、うん、いやー、すごかったです。さあ、というわけで、はい、いや、いろんな店員さんともゆっくりお話できまして、うん、そうですね、あの、そちらの動画はぜひメインの方で上がってますんで、店員さんたちにね、あの、その年の思い出残ったラーメンを聞いて、そう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 、いやー、いいね、やっぱ。いや、いいよね、やっぱ。やっぱ大島さん背でかいよね本当にでかい。大島さんマジで背でかい、かっこいいんだよな。大島まだ行ったことないのよ、俺。あ、そうか。ぜひ行かせてください。まあ、店員さんのね、ベストラーメンもぜひメインで発表してますんで、はい、ちょっと編集側のね、矢崎が今年食ったベストラーメン何にしようかなと思って、うん、動画外で行ったやつをとりあえずまとめてみました。あんたも動画外で行ってんかい。動画外で行ってますねでもやっぱりここかな、ここはやっぱ。うわー、あ、そうだ、行ったっつってたね、それね。わかる。いや、飯田商店でしょ。おえ、わからないやついるかこれわからないやついるか。さすがだな。こことかね、これも飯田商店2杯食いね、2杯食いしてました。2杯店内飲食、店内飲食しましたね。素晴らしいですね。いやー、うまかったね、やっぱり。なんか別格だよね、本当に。別格でしたね。明らかにやっぱスープも麺ももちろん美味しいんだけど、そうですね、全てがうまいし、鶏のチャーシュー、さつま鶏みたいなので結構ポリッポリした食感なんだけどさ、めっちゃうまいのよ、それが。あんまり俺そういう硬い鶏肉とか好きじゃないんだけど、飯田商店の鶏のチャーシューめっちゃ好きで。チャーシュー専用のお弟子さんみたいな人いるもんね。マジで分かんないけど、ずっと焼いてる肉焼き師が、肉焼き師いるよ店の雰囲気もね、やっぱり飯田商店は。そうですね、すごくよかった。やっぱこれかな。でもそう、初めて行ったんで僕は、やっと行けたって感じだったね、今年。僕実は今年飯田商店行ってなかった。あら、
俺だけだから言ってんな。お野菜のあんかけご飯みたいなめっちゃ食べたいんだよな。美味しそうなんだ。いいな、相田商店。あ、なんだ、やっぱここやっぱり美味しかったな。おー、やっぱ安定感あるよね。安定感ありますね。龍介ですね。はい、さすが、もう分かるね、すごいね。いや、龍介もうまいよな、いつ行っても。しかも龍介俺ね、誕生日に行ってほんとだ、10月18日ゆうすけトイレもゴージャスですから、ね、そうそうそう、トイレもめっちゃ綺麗なでかいしね、トイレが。あ、うん、やばい、すごい分かるな、さすが。いや、さすが、ここら辺分かるって。うん、だからここむずいの、ちょうだいちょうだいちょうだい。ここだからやっぱうまかったね。あ、マニッシュじゃねえか。めちゃくちゃマニッシュじゃん。じゃねえかとかすごいな、やっぱ。いや、分かりますよ、ここら辺は。あ、ここも行ったよ。おお、アフロビーツ行ったの。あ、さすが、すごいな、よく分かるな。分かるだろこれ。分かるだろ。分かんないよ。え、いつの間に行ってるの。行ってきました。一応行ってきました。意外と並んでるよね、やっぱね。意外とね、ちゃんとやっぱり並んでます。土日とか俺前通った時すっげー並んでびっくりした。いや、まあ普通にって言うとあれですけど、偉そうですけど、全然うまかった。まあうまいよね。甘みは全然うまかったですね。ブレイクビーツはね、まだ僕行けてないんですけど、アフロビーツの方からちょっと先に行かせていただきました。ハードル高めですか、ブレイクビーツが。結局でも100杯ぐらい食べてんじゃない、何やかんやで。可能性あるね。だよね。日本にたんだかんだ食べてますね。あとは、あ、ここもね、僕は初めて行きました。大味噌コック早っ、すごいな、こいつ。そんな分かるだろ、確定だってもう。一発で分かんないってよ。しっかり辛味噌を、辛味噌にしました。僕はでもね、やっぱ辛味噌じゃない方が僕は好きそうだったな。デフォルトのこの層分かれてるんで、はい、こっち側をね最初に食べて、うん、色々食ったけど、やっぱこっち側だけの方が僕は好きでした、ね、あ、ほんと混ぜちゃうと結構本当に結構辛い、意外と辛いんだよね。結構辛い。ネギ好きね、あなた。そしてそう、ネギ増しでいきましょう。行かせていただきました。ネギトッピングしてしっかりと。いや、さすがに分かんないじゃない。ここ分かんないっしょ。ここも行きましたよ、僕。北海道行ってたんですね。あら、さすが。え、サイミ正解。すごいな、こいつ。いや、これすごいわ、マジで。こいつがすごいわ。え、サイミも、サイミも北海道の子行ったタイミングだったっけ。ちょっと行かせていただきました。マジでサイミの方も行かせていただきました。行ってんね、意外と。うん、結構並んだでしょ。ちょい並んだね。そうです。サイミよりもこっちの方が並んだね。信玄。え、いつ行ってた北海道、マジで。これはまあ連食したんですけど。すごい。信玄の方が好きだったかな、でも。いや、うまいの、やっぱ信玄的には。あの、サイミは、まあ、食べたことあるっていうか、なんかいい感じのしょっぱさなんだけど。王道系ですよね、サイミは。ほんと信玄はね、食べたことない。うん、そうなのよ、ほんとに。札幌ミストもちょっと違う感じのね。なんか違うよね、ちょっとクリーミーというかね、なんかその感じもありつつなんだ。あ、信玄迷うな、マジで。今年一番ベストラーメンね。ベストラーメン飯田商店行っちゃってんだもんな。そりゃ強いよ。だろ、もうすするれのドンガンクイズみたいになってきてるから。あ、ちなみにこれどこ。野菜増しだけど。あなた神奈川とか行く。あ、さすが。え、中山でしょ。あ、すごいね。うん、すごっ。意味が分かんない、これ中山って分かんのが。なんかね、やっぱこのスープの感じと、なんていうんですかね、このちょっとこう抜けた感じの色というか、なんか分かる、この雰囲気。いや、分かんない。あと丼の色だと。あ、ごめん、これだわ。おお、やっぱ西大だ。これが西大。西大やっぱ茶色いんだよな、ちょっとなんかデロッとしてる。これが西大。あ、ちょっと青ネギもトッピングされて。青ネギがうまいのよ。これごめん、今年ベスト西大かも。おお、マジで。初めて行った俺、西大二郎。ああ、そう、なるほどね。そう、板橋区のアクアリウム見てきました。あ、見てきました。並んでる間見てきました。並んでる間とかね。そう、店員さんのさばきも見てきましたよ。つけてるからね。そう、マイクで。そうそうそう、最高だから。入ってって言われて。アトラクションですからね。いや、そうね、西大二郎にさせてください、僕は。ちょっと今年のベスト西大二郎青ネギトッピングが一番でしたね。ちなみにここは分かる。え、いつ行ってんのマジで。あ、それすごいな、やっぱ。いつマジで。健やかとかも行ってましたね。全然シークレットラーメンですよ。いつ。まあ三鷹だからね、これは。あ、まあ実家とか、そう、実家とか帰るときに行けますから。うまいよね。うまかったです。あ、西大、うわ、ここも行ったんだよな、今年。あー、小室。うわ、ちょっとむず。小室はちょっとガチすぎる。いいとこばっかり行ってるね、しかも。そう、ちゃんといいとこ行ったね、今年は。小室うまいよね。うわ、ちょっとこの2つ。うわ、西大か小室。西大か小室。うわ、激アツですね。これはずっと見てられるな。この2つすごい、いい画像マジで。そうだね、美味しそう。いや、この2つにさせてください。そうだ、小室行ったの。いいね、小室うまいよな、マジで。なんであんなうまいんだろうな。しかもカウンター席だったからさ、店員さんと目の前で見れちょっと一度お会いしたことあったから。あ、そうね、ちょっと話しながら。そうですね、ちょっと今年のベストは2つ、すいません、2つで行かせてください。いや、これは文句ない、満場一致でしょ。もういろいろやってました、僕もラーカツを。実はね、すごいわ、プロを感じますね。今までこんなしっかり食べてるっていう、この。いや、セセルさんの方はね、まあスライが出ますんで。まあ、もう決まってるんですか、その中で。結構、まあある程度は決まってるんですけど。いや、でも結構、いや、それこそ醤油とか、まあ家系とかもそうだけど、ちょっと悩むんだよな。へぇ、ワンツーが決まってて、それをどうしようかみたいな。なるほどな、感じになってるんですけど。でもさ、スライってさ、あの新店舗だけじゃん。今年初めて行ったお店を表彰してるんですけど、なんか裁縫とかでここめっちゃパワーアップしてたのみたいなあったりする。あー、うまくなってたなってとこ。そうそうそう。あ、今年とかあったかな。
ダッツラーメンとかはやっぱりうまい、うまかった。うまいうまい、まあれでも去年もうまいって言ってたもん。あ、でも一個いいのあったかも。朝日町内会。ああ、はい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 、20年前のっていう、あのやつがあるんだけど、あれがめちゃくちゃうまかったな。あ、そうなんだ。あれだから朝日町内会さんがすみれさんを再現し、再現というか、あ、そうね、の時のそのインパクトをもうバンってやったっていうんだけど、いや、めっちゃ美味しい。だからすみれも美味しかったしね。あ、そうかそうか。もうでも朝日町内会の20年前のラーメンはすごい美味しかったですね。なるほど。あれあれ、神山めっちゃうまい。まあ、前回は僕サンマーメンが、そうだよね、サンマーメンもめちゃくちゃ美味しかったし、まあ、今回食べた肉ニラスタミナ麺、肉ニラスタミナ麺ね、これもめちゃくちゃ美味しかった。もう甲乙つけがたいチャーハンとかもすごい美味しかったし、この方も実はね、すみれ出身なんですよ。あ、そうなの。そうそう、ラー博のラーメン博物館のすみれにいらっしゃった方なんですけど、結構次元が違う美味しさというか、個性もありつつうまいっていうのが神山さん良かったな。なるほどな。なるほど。裁縫でやっぱ違うメニューすすってやっぱりうまいなみたいな。あ、そうですね、その2つは。なるほどな。皆さんのベストラーメンは何ですか。何かな、今年ね。ぜひぜひコメント欄の方にお寄せいただけると嬉しいですが、といった感じで、うん、それはドンガンクイズがすごいぞっていうことがやっぱり証明されました。あの、やっぱ、いや、今のでも気持ちよかったな。全部分かるお店だったもん、ね。いやー、そんなわけで、はい、今年もありがとうございました。あ、俺そんな今年の暮れに出す感じの。いや、まだ多分出ます。あ、全然あるんですか。まだ全然出ます。あれでも去年もうまいしな。好きが、俺は好きだったの。どっちだ。届きました。まあ、なんか閉まった感あるよね、今年。あ、そうだね、こういう回が入ってくるとね。そうね、授賞式とかやっぱすごい年末感あるもん。年越してこ、はい。